カーパトロール。マット、フランク、こんにちは。元気にしている？あれ？フランク、マット、そこの壁が見える？誰が落書きしたんだろう？そうだね、マット。落書きは悪いことだから、犯人を捕まえないといけないね。マット、フランク、気がついた？こっちの壁にも落書きがしてあるよ。そうだね、フランク。この落書きと最初の落書きはよく似ているね。よし、現行犯で捕まえよう。この通りには誰もいないね。次の通りをチェックしてみよう。よく注意して、犯人を見つけたかもしれないよ。ホイールアップ、逮捕するぞ。ああ、ギャリー、ごめんね。君が壁に落書きをした犯人だと思ったんだよ。さて、今度こそ真犯人を見つけよう。この辺りには不審なものは見当たらないね。こっちにも見当たらないね。ルーシー、こんにちは。知ってるよ。壁にいっぱい落書きがされているね。だから犯人を捕まえようとしているところなんだ。気をつけてね。バイバイ。ちょっと見て、ブルドーザーのビリーが何かしているよ。犯人を見つけたんじゃないかな。ビリー、手を止めて。君が街中の壁に落書きをしているのを知ってるぞ。ああ、ビリー、ごめんね。また間違えてしまったよ。仕事が忙しそうだね。ビリー、本当にごめんなさい。今度こそ真犯人を見つけてくるよ。さよなら。ああ、全くの勘違いだったね。次からはよく気をつけようね。そうだね、マット・フランク。罪のない人々を非難したらアンフェアだね。気が早いかもしれないけれど、警察署の近くでタイラーが何かをしていて、どうも怪しいよ。どう思う？逮捕するべきかな？よし、タイラー、ホイールアップ、やめなさい。君のしていることは分かってるぞ。証拠もある。捕まえたぞ。ああ、タイラーが逃げた。捕まえて、マット。マット、もっと早く。もっと早く、マット。まったく、タイラーが早すぎるね。よし、ヘリコプターのヘクターを呼ぼう。ヘクター、タイラーを捕まえるのを助けに来てくれる？すぐに来て。タイラーは速すぎるね。ヘクター、スピードを持って上げて。頑張って、ヘクター。もっと早く。彼を逃がさないで。その調子だよ、ヘクター。彼を捕まえよう。パーフェクト、ヘクター。捕まえたね。
どうもありがとう、ヘクター。君がいなかったらタイラーを逮捕できなかったよ。バイ。またすぐにね。今はタイラーが償いをする時間だよ。もうこんなことはしないようにね。マット、フランク、お疲れ様。みんなまたね。さよなら。こんにちは、ベン。気分が良さそうだね。どこに行くの？ベン、気をつけて。あー、ベン、大丈夫？パトロールカーを呼んでくるから、ここで待っててね。マットがいたよ。彼を呼ぼう。マット？マット？ちょっと待って。ベンが橋の上で立ち往生しているんだ。助けてくれる？あれ、マット、どこに行くの？橋は右側だよ。あー、そうか。フランクに一緒に来てもらうんだ。いいアイデアだね。ベン、心配しないで。マットとフランクがすぐに穴から助けてくれるよ。道路が岩でブロックされちゃってるんだ。そうだね、いいアイデアだ。ブルドーザーのウィリーを呼ぼう。道路の岩をどけてくれるよ。ビリー、マットとフランクがトラクターのベンを助けるのに一緒に来てくれる？よし、ビリー、道路をきれいにしよう。ビリー、お疲れ様。どうもありがとう。さあ、みんなで行こう。マット、いいアイデアだったけれど、ベンは君にはちょっと重すぎるみたいだね。フランク、何をしようとしているの？気をつけてね。ベンにぶつかっちゃうよ。そうか、フランク、いいアイデアだね。フランク、マット、頑張って。
もう少しだよ。みんなでよく頑張ったね。ベン、これからは道路をよく見てね。